湯川雅人は、日本のプロサーファー、クリエイティブディレクター、ファッションデザイナー、DJ。東京都生まれ、湘南育ち。所属事務所は、エバー・グリーン・エンターテイメント。クリエイター集団オッドパニック代表。10代の頃は、サーフィンコンテストで国内外を飛び回り、16歳で、NSA グランドチャンピオンシップにて3位になり17歳で、イサ。 u 18日本代表に選出される。その翌年にジェイプサプロ資格を取得するが、その後コンテストを辞退。自らのライフスタイルとエンターテイメント性の高いその、サーフィンを武器に、世界中を飛び回りプロのフリーサーファーとして、多くのメディアで活躍し、2014年 JASA アワーズにて、アクションスポーツの発展に貢献した人物に贈られる、スペシャルアワードを受賞した。 オリンピックで競技としてのサーフィンが盛り上がりつつある。現代の流れにおいて、あえて、コンテストサーフィンに縛られず、自由というサーフィンの本質を熟知している。彼ならではのライフスタイルである。スポンサーは、バンズ、ロストセルフボーズ、スカルキャンディルベサーフ、ゴリラ、フワックス。2012年10月若者のリアルなライフスタイルを描いたテラスハウスに出演。 DJ としては、国内外で活躍し、今期大きな期待の集まる音楽プロデューサーユニット、DID として、ギタリストの大村真嗣と共に2019年から本格的に活動中。今年は、レッドライン、バックアゲインの2曲をリリースし、ファッションブランドや PR 映像等、音楽プロデュースも行っている。ファッションプロデュース活動では、個性派時計ブランド、 アライブのクリエイティブディレクターを約6年間務め、2019年後半に辞任。新たに、ラグジュアリーストリートブランド、メイソン・メイズを立ち上げた。日本製に関わり、彼ならではのエッジの効いたデザインを2020年5月にローンチ予定。2019年、クリエイティブワークを中心とするユテッチ株式会社を設立。枠にはまらない。 様々な才能にあふれたクリエイターたちを集め、クリエイターチームゴッドパニックを指導。湯川は自身が代表を務めながらも、企業向けやファッション映像ほか、国内コスメ商品 PR 映像、アーティストメガボルト等のクリエイティブディレクションを行うなど、ハイブリッドクリエイターとして、クリエイターチームゴッドパニックを兼任する。ありがとうございます。